どうもこんにちは。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。マンション評論家のマンションマニアでございます。今回ご紹介するのはこちらでございます。ビビオレゾ勝ち時ネクス。で今回なんですけども、賃貸と分譲の二等構成となります。今映している箇所ですね。こちらは賃貸と分譲を合わせた土地となります。こんな感じでございます。この13階建てマンションというのが賃貸、まあ、もしくは社宅等で、建設中でございまして、向かって右側がですね、分譲と今回ご紹介するリビオレゾン勝どきネックスでございます。まずは賃貸の方のですね、建築看板でございます。続きまして分譲棟の建築看板でございます。ツートンカラーですごく素敵な外観ですね。なんかこの辺は勝どき座タワー感がありますね。この斜めにせり出した庇がかっこいいですね。大きい通りから一歩中へ入ってますので静かな環境ですね。通りに出ますとすぐに豊見区民会館入口停留所がございます。これは始発の次の停留所ですのでですね、朝も座って通勤通学が可能でございます。と04東京駅丸の内南口行きと門33亀戸駅前行きがございます。主なバルコニーはですね、南西側となります。現状では東京都のですね、管理地がございます。まあ、将来的にどうなるか分かりませんが、現状ではですね、開放感ある眺望に期待ができます。賃貸棟側から見るとですね、こちらのコスモ東京ベイタワーが被ってくる住戸が多くなりそうでございます。でこちらのコスモ東京ベイタワーは2000年築でございます。新築時の坪単価が約220万円ですね。で現在約240万円で動いております。チャチャチャラチャチャチャンチャチャララチャララランチャララチャ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 ララチャラチャ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 ラチャ。はい、今見えておりますのは勝どき座タワーでございます。こちらはですね、もう皆様記憶に新しいところではございますでしょうか。2016年築でございます。新築時の坪単価、ざっくり300万円ちょっとでございましたね。で現在は約2割ほど上がって350、360あたりで動いております。お隣にありますのはライオンズマンション勝どき第2ですね。こちらは1999年築ということで、新築時に私見ていないのでちょっと詳細はわからないですけども、新築時の坪単価おそらく200万円ぐらいなんですよね。で現在が240万円ぐらいなので、まあ、20年ちょっと住んで2割ぐらい値上がってですね、まあ本当にいい時代に買われたなって形ですね。